安倍総理大臣は秘密保護法案に関連し、特定秘密をチェックする第三者機関の設置について前向きに検討する姿勢を示しました。第三者的、なですね、この仕組み、に、よってですね、適切な、運用を確保する、私は、重要な課題であると。安倍総理は特定秘密について恣意的に指定してはならないという意向を強調しました。第三者機関の設置は日本維新の会が求めていますが、現在与党は秘密指定の運用状況を国会に報告することでチェック機能を持たせる案を示しています。今後の修正協議に影響しそうです。